Salut les amis, alors bienvenue dans la suite de ce let's play sur Shadowbringer, l'extension de Final Fantasy XIV. Donc dans cet épisode, nous allons rencontrer une nouvelle tribu, qui est aussi la nouvelle race avec laquelle on peut créer des personnages, donc les Viera. Et malheureusement, nous allons perdre un personnage que l'on a retrouvé il n'y a pas si longtemps que ça. Je vais donc vous laisser découvrir tout ça dans cet épisode. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand est-ce que vous verrez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye.待ちなさい!
待ちなさいって言ってるでしょ。 姉さん、あれって。 ロンカの皇帝の書簡に従って手に入れたわ。 むむむ？ どうやらそのようだ。ロンカの印象を持つ者よ。その印きちんと確認させてもらいたい。足元にある青い花に従えば我々の集落にたどり着ける。そこでお前たちを待っている。間違えんなよ。じゃ、また後でな。 話くらい先に聞いたらどうなの。でも交渉のきっかけはつかんだわ。とりあえず言われた通りに進んでみましょう。
やったわ、作動。やれやれだわ、あなた。不慮の事故だ。まさか、こんなことになるなんて。そうだ、ここは取引と行こうじゃないか。我々はスリザーバウを制圧する際、抵抗してきた数名に毒を使った。常闇の糸死後が作った猛毒だ。そしてこれがその解毒薬さ。知っているだろ、連中の毒は特別で対になる解毒薬でないと治せない。これを失ったらスリザーバウの連中は死ぬしかないのさ。待て、ここで揉めたらみんなまとめて落ちるだけだ。取引だと言っただろう。いいか、じき私かお前の仲間が駆けつけてくるだろう。その時にまず私から助けるんだ。そしたらこの解毒薬を渡してやろうな。ならば貴様の命を持って敵を一人でも葬るがいい。
頼むわね。何の迷いもなく飛び込むか。皆さん、ご無事ですか？これって…ウリエンジェ！ギョイ！あの、ヤシトラさんは？
です。